どうも、かじまちです。さあ、今日もすみこ暮らし一緒に遊ぼうぜ。遊んでいきましょう。今回こちらのごっこ遊びからいくつかやっていこうかなと思います。前回は夏っぽいのやったので、今回はもう順番通りやっていこうかな。やってないのやっていきましょう。まず探偵になります。探偵になろう。おー、魚の観察してますけども、ペンちゃん食べたいんかな？食べれるかどうかの確認か？もやもやしてるってことは食べられなかったってことかしら。はい。お、白熊さん。あ、落とし物か。鉛筆落としましたね。筆箱使わない派なんだ、白熊ちゃん。あ、どこに持ってた？誰に言うてんってこと？持ち主を探そう。おー、なるほど。ん？ケーキ屋さんに行こう。ケーキ屋さん、どれ？これ？あ、こうやってできるんだ。ケーキ屋さん？え？違うの？これ。アパートメントって書いてあった。ケーキ屋じゃなかった。あ、これじゃない？ケーキ。あー、そんな感じね。は？お米がお湯。米粒。え、これ、名前なんだっけ？米粒でいいんだっけ？いや、なんかこっち町に取り扱いが登場してないって思ってね。この子、割と新キャラじゃないの。ああ。え、次、わさびに合う。え、なかなかちょっとマイナーというか、すごいね、キャラクターの選択が。あ、おった。はい。わさびとガリさんですね。え、遊んでんの？猫ちゃん？あ、お米。これ食べ物だから、あれか、食べ物が多めにしてあるんだ。わさびおった！ほい。ガリが。飛んでます。7匹の消えるタピオカには多くない？7匹？あ、アパートに1匹。え、おい、これかわいい。あげ玉。え、タピオカ、このタピオカかわいくない？これ何頭つけてんの？よくバカヤニをつけておんね。と、黄色タピオカだったね。あ、遊んでる。卵焼きで遊んでる。で、これは何食べてんだ？枝豆？これなんかお団子屋さんっぽいけど、枝豆食べてらっしゃいますね。他には、すみここ一行様。あ、運転手してる。あ、これもじゃない？おー、玉ねぎに扮してる。あと一匹か。てか、タピオカの数え方引きなんだね。一匹二匹でよかったんだ。子じゃなくて、一個二個じゃなくて。いや、迷ってたんだよね。すみこってさ、どういう風に数えるかってね。あれ、これチェックしたよね。あ、見つけてるよね。え、あと一匹どこ？あ、かわいい。ぴょんぴょんしてる。いや、ちょっと待ってよ。あのさ、小島ちゃんタピオカを見つけたいんや。かわいくてさ、目移りしちゃうわ。え、一緒に入ってらっしゃる。ええやん。これあれだ、お茶、お茶湯飲みになって、あ、おった。おった。普通におった。え、バスが止まるところはどこだ？あ、バス停を探せってこと？次。バス停？バスはあるんだけどね。え、バス停？あった！これか。バスストップ。これちょっと難しいかも、英語読めない人。このバスストップっていうのはバス停っていう意味ですね。え、お化けに話を聞こう。お化け？はい。何？あ、完了ってことね。調査しよう。はい。え、かわいいのがおる。何かに似ているジャガイモがある。ジャガイモ？いや、それよりもこれが気になる。これかわいいじゃん。で、ジャガイモを探そうってことね。はは。ジャガイモ。は。似ている。ほんとだ。そっくりじゃん。トンカチそっくりじゃん。そこにいると危ないよ。危ないのを探せと。あ、土の子だ。かわいい。危ないの、危ないの。え、これどっちかというとさ、タピオカが危なくない？何やってん？モグラおるやろ。よし、そういうことね。ちょっと待って、タピオカ。タピオカ。これは？あ、これやっぱ危ない判定なんだね。あと一匹か。危ない子、危ない子。お、土の子おるやん。あ、かわいい。土の子めっちゃかわいいよね。危ない子、危ない子。ん？土の子危ない判定？違うか。雨漏りしてるよね、これ。多分。
拭いてるもん。危ない、危ない。これかな？ほこりちゃんが濡れて危ないってことかな？はい。ああ、そうなんだ。ほこりちゃん濡れるとしょぼーってなるからね。赤い実のついた枝が3本。赤い実？あ、これか。そういうことね。ちょっと色合い薄めだから気づきづらいかも。これ実ついてないな、この木。これは？違う。赤い実？あー、入ってる入ってる。これね。こういうのね。はい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 。ほかほか。あと1個。でも、あと1個見た記憶ないんだよな、赤い実？誰か持ってっかな？あ、あったあった。瓶に入ってるわ。はい。次、サングラスがおしゃれ。これはね、気になってた。雑草ちゃん。でも、あと2人もいたっけ？サングラス。サングラス2人おった？あ、タピオカ。タピオカ。あ、早かったね、これは。次。恐竜の化石を見つけよう。恐竜。おったおったおった。あ、これじゃねえ。違う。化石か。あ、これか。あ、オッケーオッケー。届けよう。ゼリーのトランポリンで遊ぼう。いや、届けろよ。これ？ブヨンブヨンってすればいいの？エビフライの尻尾がいっぱい？エビフライの尻尾がいっぱい。1匹しかいないはずだけどな。いっぱいおるってこと？それとも、あ、こういうことか。風船か。なるほどね。で、本物も OK で、とんかつは？あ、ダメだ。エビフライの尻尾ちゃんの格好一人じゃん。あ、風船ね。はい。キャンディーを持っているのは誰？キャンディー？あ、アジフライの尻尾ちゃん。こんな感じね。キャンディー、キャンディー。持ってるでしょ。持ってないんだ。これ高いところ苦手なんかな？猫ちゃん。キャンディーを持ってる子は誰だい？あ。すげえ、持ち歩いてる、これ。バッグになってる。あ、近くにおるじゃん。だ？これも持ってるんか。いらっしゃいませ、だって。はい。売り物だけどね、それ。あと二人。でも一周したような気がするけどね、キャンディーね、あと。変な持ち方してんのかな？あ？おー、カラーがキャンディーだ。二節目でこれちょっと難しいね。で、あと一匹か。あと一匹ね、なんかタピオカたちがなんか閉じ込められてるようにしてんで、ブラタピ。助けて生きてるようにしか見えない。キャンディーね。雑草ちゃんのそれは蝶ネクタイだもんね。わためてさ、キャンディーになる？ならないか。この上のヒント見ると、キャンディーを持ってるのは誰で、2番目が抜けてるじゃん、ハテナちゃん。ってことは、1番目のタピオがこれだから、この子の近くってこと？で、3番目がこの子だから、めっちゃ近くってことかな？あんま関係ないか、順番。これ、触ったつもりだったのに。触れてなかったらしい。どういい。白熊の風船も可愛いね。ああ、はい。白熊の風船。あったあったあった。はーい。OK。ん？どうした、白熊。はい。落ちてったんよ。スケッチしに来たんかな？うん、ムニムニ感かわいいね。おしまい。あと一個しよっかな。福笑い。これね、楽しそうなんだよな。福笑いでみんな知ってっかな？隅っこ選ぼう。ランダムかい。ストップ！あ、トカちゃんだ。よろしくお願いします。福笑いをしましょう。はい。どうすんだい？こっち待って、おめめつぶる感じ？目を置こう。めっちゃ見えてるけどいいの？好きなのでいい？じゃあこうして。あー！置いたら見えなくなるってこと？口。トカちゃん、トカちゃん。はい。これだな。口と鼻？
トカちゃんにお花ってあったっけ？ないよね。オッケー。おてて。あー、開いてるの可愛いかも。開いてるのにしよう。一個ずつか。この辺か？ちょっとサイズ感わからんけど難しいぞ。この辺か？遠いかな。自由に置こう。はい。あ、ほっぺたいるね。ほっぺた欲しい。うわー、ちょっと手この辺だったから、この辺にして、で、こうやって、この辺に置いたから、この辺にして、あとはもういいかな。完成。え、割とうまくない？うまいけど、なんか変。あれ？ほっぺたなければ、いけたかもしれないね。いや、ほっぺたの位置はいいや。やっぱ目だな。あ、惜しいな。ちょっと。目以外はうまかったんだ。やらま。はい。というわけで、すみこ暮らし、一緒に遊ぼうでした。まだまだいっぱいありますね。最後は収録してやおうわよ。何が出るかな？ 3! 微妙。はい。では、また次回。お会いしましょう。ならねー。